こんにちは、小笠原です。今回の、ね、テーマはアルキンへの水の負荷、サブタイトルとして、エノール型は不安定と、いうことでやってみたいと思います。内容的には、ね、発展の内容になります。まず問題の方を、ね、用意して今日これをできるようにしたいと思うんですけれども、次の反応で生じる有機化合物の構造式と名称を答えよう。でまた2種類の化合物が生じる場合にはマルコフ・ニコフの法則が成立するときの主成物の主生成物の名称も答えようということで、プロピンに水を付加させた場合、イチブチンに水を付加させた場合、それからニブチンに水を付加させた場合ですね、それぞれ、触媒の方は水銀塩触媒を使うんですけれども、今日はこの問題をね、できるようにしていきたいと思います。それではですね、まず一番簡単なアルキンのアセチレンの水の負荷、ここから復習していきたいと思います。ここのことをちょっと使ってですね、炭素数がちょっと増えたところのことを今日やっていきたいと思うんですけれども、まずこの反応ですけれども、水銀塩触媒を使います。具体的には硫酸水銀なんかを使いますけど、このうちの水銀イオンの方ですね、こちらの方が触媒になります。アセチレンに水を付加すると、そのままつけるとですね、三重結合が切れて二重結合になって HOH と入りますから、これこんなやつができるはずです。これ名前的にはね、ビニルアルコールってやつなんですけれども、アセチレンに水を付加させるとビニルアルコールじゃありませんでしたね。これが不安定とかいう理由で異性化して、式は同じな、異性体の関係にあるんですけれども、H がですね、こちら側に移動して二重結合もつれてですね、アセトアルデヒドになると。でこれがすごい有名な反応なんですけれども、これの応用になります。ではですね、この反応をちょっと一般化しておきたいと思います。一般化しますと、これケトエノール五変異性というんですけれども、この形エノール型ですね、 CC 二重結合に OH が直接ついている形をエノールって言って不安定なんです。エノールっていうのはエンオールでアルケンのエンです、とアルコールのエタノール、メタノールのアルコールのオールですね、くっつくとエンオールになりますけど、くっつけるとエノールになります。でこのアルケンプラスアルコールの方、これが不安定な形になって、これがより安定のこうケトの形ですね、ケト型というんですけども、こちらの方に動くということなんですね。でこれのここに全部 H が入ると、一番最初に見たようにビニルアルコールがアセトアルデヒドに変わるということなんですけど、これ一般化しますと、ここのところが H でなくても一般的にこのことが成立します。ちょっと反応機構を見ておくと、この OH をつないでいるこの電子対ですね、電子対がこちらに移動して二重結合になります。でそうするとこちら移動してきたので、こちらの電子対がこちらの方に行きます。そうするとこちら H プラスが外れて、ここにマイナスがある状態になります。そうするとこちらのマイナスがこの H プラスを引き受けてですね、この電子対とこの間に結合を作って、こちらの方に H が移動するということで、比べてみるとここにあった H がこちらにポンと飛んで、ここが二重結合になるってとか、こんなことが起こるわけですね。でこれ一応ね、平行なので向こうからこちらにも行くんですけど、こちらが不安定で安定ですんで、平行の方はずっとこちらの方に、右側の方に偏っているので、エノール型からケト型へ移動するということが言えるわけです。でもう一つですね、問題文にマルコフ・ニコフの法則が出てきたんで、これもちょっと復習しておきたいと思います。これはですね、覚え方としましては、類は友よく H の負荷と覚えるんですけれども、こう HX 型のものがね、CC 二重結合に負荷する場合にはH が多い方に行くという法則があります。プロピレンに水が付加する場合ですね、これはまあ硫酸触媒、酸触媒で行くんですけれども、可能性としては2つあります。この H がですね、こちら側に入る場合と、こちら側に入る場合ですね、こちら側に入る場合と両方考えられます。こちらに入るとこんな風になりますから、2プロパノール、そしてこちらに OH、 こちらに H となりますと8に OH が行きますから、これ1プロパノールになります。どっちが主になるかっていうと、この H がですね、この H が仲間が多い方に行きたいと考えるんです。で、こっちに行くと仲間が2人います。こちらに行くとですね、仲間が1人になります。であれば、こっちに行きたがるということで、こちらの方がですね、こう3人組になりますから、こちらの方が主になると
こちらも起こらなくはないんですけれども、主生生物ではないという、これはマルコフニコフの法則です。三重結合に対してですね、行く時も、このマルコフニコフの法則が、成立するものとして、どちらが主生物、生物になるかを考えてくださいという問題になっています。はい、では最初の問題をやってみましょう。プロピンへ水孵化するとどうなるかですね。それから主生生物の方も選ぶことになります。プロピンですね。プロピンへ水が孵化します。水が行くんですけど、これマルコフニコフの法則で、 H はこっちとこっち両方行けるんですけど、どっち行くかって言った時にどっちがメインになるかですね。仲間が多い方に行きます。こっち仲間1人、ここ仲間誰もいません。だからこちらの方が主になります。でこちらの方ですね、二重結合に CC 二重結合に OH が直接ついている、エノール型です。不安定なので、ケト型に変わるわけですね。その時にここの二重結合ができて、この H がこちらに移動しますので、こんな風になるわけですね。これは CH3COCH3 なのでアセトンになります。これが主生生物になります。それから複製生物の方がこちらになりますけど、逆につく方が複製生物、H がこっちについてしまった場合、その場合 OH がこちらにつきます。これが異性化するときどうなるかっていうと、ここのところが二重結合になって、この H が隣に移動するわけですね。移動する、そうするとこんな風になります。これこっちから見ると CH3CH2、 ここで、カルボ、アルデヒド基ですね、ができてますので、こんなやつです。プロパナールもしくはプロピオンアルデヒドですね。アルデヒド基のこと、ホルミルキとも言うんですが、名前としてはアルデヒドになります。はい、今度はですね、一部賃への水の負荷になります。男子の数が一つ増えただけなんですけどね。水負荷で最初マルコフニコフです。 H が両方に行く可能性があるんですけど、 H は仲間が多い方に行きますから、こちら仲間1人ですね。こちらが0なので、こちらに行って仲間2人になる。こちらが主になります。逆に入る方が副になります。でこれどちらもエノール型なので、ここで二重結合を作って H がこちらに飛んできますから、こんな風になるわけですね。これはケトンの一種になります。ニーブタノン、メタンエタンプロパンブタンで、ブタンオンで 2番目ですね。ニーブタノンっていう物質になります。でこちらの複製生物の方ですけれども、こちらもここに二重結合ができて H がこちらに移動しますから、こんな風になります。これは端にホルミル基ですね、アルデヒド基がある形なので、ブチルアルデヒドもしくはブタナール、アルデヒドはなんとかあるという言い方しますので、ブタナールというのこちらの方が複製生物の方になるわけです。で最後はニーブチンへの水の負荷になりますけれども、ニーブチンはこんな風に、ね、対称性のいい形してますね。でマルコフニコフで考えたいんですけど、これどっちに行っても H が仲間がいない状態、同じなので、これ1種類しかできないわけですね。1種類しかできなくて、例えば HOH でこういうのを割り振りますとこんな風になりますけど、これエノール型ですから、異性化するわけですね。ここに二重結合を作って H がこちらに移動します。こんな風になるわけです。これは見てあげると C が4つで端に ケトン基がある形になり、真ん中にここにケトン基がある形になりますので、これはメタンエタンプロパンブタンですね、にブタノンという物質になるわけです。ちょっと最後におまけなんですけれども、ビニールアルコールが不安定でアセトアルデヒドが安定ということをですね、ちょっと結合エネルギーを使って確認をしてみたいと思います。こんな問題ですね。表の結合エネルギーの値を使って、次の反応式の Q を求めよう、デルタ H を求める、もしくは熱化方程式でいう X を求めるというようなことをやってみたいと思います。ではですね、問題の方をエンタルピー図もしくはエネルギー図を使って解いていきたいと思います。こちらの説明なんですけど、エンタルピー図もしくはエネルギー図の方なんですけれども、上に書いた方がバラバラな状態、そして不安定な状態を表します。で下に書いてある方が安定な状態を表すわけですね。でここでビニルアルコールとアセトアルデヒドを、構造が分かるように構造式で書いてあげて、で結合エネルギーが与えられてますからね、これをバラバラにしていくときに、ね、どれだけエネルギーが必要かと、エンタルピーが必要かということを見てみたいと思います。ビニルアルコールをバラバラにするには、
まずこの CH 真ん中切ってですね、で CH を3箇所切ります。そして CO を1箇所切って OH を1箇所切る。これをこんだけキロジュールかけますと全部バラバラにできるわけですね。で、かたやアセトアルデヒドは CH を3箇所ですね、で CC 単結合を1箇所、CO 二重結合を1箇所、そして CH を1箇所切りますとバラバラにできます。そうすると図としてはこんな風に夏になるわけです。で、ここ数字としてはね、こちらの数字の方が大きくて、こちらの数字が小さくて、ここの X を出してあげると、まあ、ここからここを引くわけですね。で、416×3 っていうのは共通なので、まあ、ここの部分は、ね、共通なので落として、ここの計算をしてあげると、ここのところが90というふうに出てきます。ですので X の値としては 90kJ ですね。で、デルタ H として表すときには、これ発熱反応なのでエンタルビー変化はマイナスをつけますので、マイナス 90kJ の発熱反応と、こんな風に表すことができます。つまりビニールアルコールの方が不安定、エネルギーもエンタルピーも高い状態、そしてアセトアルデヒドになってあげた方がエネルギーが低い状態で安定な状態に行くってことを、結合エネルギーの値を使っても確認することができます。そしてここのところをちょっと並べた時に、何がやっぱり一番影響しているかといいますと、二重結合がですね、 CC 二重結合だと 682kJ なんですけれども、ここが CO になると803になります。ここがでかいんですね。ここがでかいので、CC 二重結合を作るよりも CO 二重結合にしてあげた方が安定化するということで、異性化が起こるということが、この熱力学的に考えても説明することができます。